駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の石ですね。これも書いてます。日本懐かしいゲーム大典でーすって、ね、今回はというと全クリアの道の第7回ですね。前回こちらのホップホップで終わっちゃったんで、その続きからやっていきたいと思います。でね、軍資金の方は前回同様10円玉30枚300円用意しました。これでね、何台クリアできるのか、ではね、チャレンジスタートしましょう。チャンネル登録でござる。それでは通算30代目のホップ報告いってみましょう。1回目。このゲームはね、まあ駄菓子屋ゲーム博物館で一か番難しいんでね、まあ苦戦するのは、まあまあ1回じゃいかないとは思うんだけど、よしよし、よしよし、ここは難関なんだよな。ここ結構今までいい感じで通りそうな、よし、あれ、うわ、まあまあ、駄菓子屋ゲーム博物館で一番ね難しいホップホップ空なんで、そんな簡単なもんではないと思ってたんですけどね。まあちょっとね、初発回までまだ1回も来てない。あっという間に、不意打ちされて、無駄死にさせちゃったな。よしよっしゃ、よし、せっかく超発回まで来たんで、うわー、10回目、せっかく超発回まで来たんだけどね、うわー、10回終わりました。うわ、このままだとね、おじさんがうわっとか冷えとか言ってる動画に、来た、おじさんが悶絶する音フェチ動画作成してしまうという、イーデン、これ今コンテひどいな、おじさんの悶絶音フェチ動画なんてニーズがあるんでしょうか。本当にこれ音だけ聞いてたら、よし、これ練習しとかないとダメだな。ストレートだもんな今みたいに。よしよし、今のはどうなんだろうな、作戦。いやー、これね、こう2年近くやってるけど、実はまだ攻略というか何が一番ベストかが分かんないんですよね。よし、20回終わった。本当にこれおじさんの悶絶動画になっちゃうな。よし、今の見た？孫悟空キャッチしました。これが難しい。イメージでふわってやるやつ、ふわってやるやつ、クリアできるか。うわー、ちょっとやだなこれ。今までのどれか、いや、いきます。入った。
よかった本当にね、これね練習してないんですよ、一発50点。いやこれ嬉しいな。いや今回ねクリアできないようなね風向きだったんだけど、なんとね21回でクリアできました。いやこれはね好記録じゃないでしょうか。ということでね、いや本当に嬉しい、今までこのシリーズ一番嬉しいかな。ということでね、じゃあこれはね30代目ホコホコブリックチェアってことでね、次のゲームいきましょう。それでは通算31代目1回はこちらのニューコインゲームですね。残金はね、残り90円なんでちょっとね苦しい状況なんですけど、頑張っていきたいと思います。それではニューコインゲーム1回目狙ってドン。あー早かったか、この前バカ入りやったばっかなんでね。これあれ、うわあっという間に30円。早いのか。あ、来た、入った、よっしゃー、やった。50円目で入りました。30円ゲットで、まだね残高なんと40円あります。いやー5回でクリアできました。ということでね、次のゲームいきましょう。それでは通算32年目の回はマドラーですね。このゲームはね1回20円ということでね、まあまだ残高40円あるんでね2回できますよ。このゲームはね、マドラーっていうあ、これが出たらゲームオーバーなんだ。もう一発で終わっちゃった。じゃあ残り20円、一発で終わるとはな。いやでも今回ね、ほんとねホクホクホクがね一発でクリアできてよかった。あ、ここに止まるとねゴールしたときに当たりメダルが2倍なんですよ。ゴールドマス通称。これでマイナス2が出れば。あれ、これゴールできない。ああ、ダメだ。ということでね、今回軍資金がつきました。今回はマドラーがね、クリアできるってことでね、次はね、このマドラーからやっていきましょう。いやでもね、さっき言った通りね、今回はなんとね、駄菓子屋ゲーム博物館で一番難しいと言われているホップホップをね21回目でクリアできたのと、あとはニューコインゲームがね5回でクリアできた。まあね2台だけど、いや実はねほんとすごいね、大きいですよ。特にねこのホップホップの方はちょっと30回でも厳しいかなと思ってただけにね、まあ21回でクリアできたのはねほんと大きかったです。もうそれだけでね私もね十分ですよ。ということでね、今回は2台クリアということでね、合計80点。まあまあほんとね、報告がねクリアできたんで、これで上出来です。ではね、今回の動画は以上です。次の動画見ないチャンネル登録お願いします。それではバイナララナイバ、じゃんけんタイムでござる。いきますよ、最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。